Title: Vision with You。Let's jump in。Welcome to Low Vision Life。Grow up with you。Journey。Are you ready?じゃあ今日は弱視の視覚障害者の弱視の私の普段のカバンの中身の話をします。まあ何入れてたら便利かとかそういう感じですね。まあ、正直弱視の人って別にまあ全盲でもそうやけどあんまり便利なもの入ってないなって思ったけど、まあ一応紹介しようと思って紹介します。まあまず一応出先、まあ、大体荷物の少ない日はこういうあのちっちゃいなんて言うんですか、肩からかけれる斜め掛けのカバンなんですけど、これはなんか後ろにこう定期とか入れてこう電車でピッてやれるような場所がついてたりとかするカバンで、こういうカバンに何を入れてるかっていうのをお話しします。ただこの手のちっちゃいカバンってほんまに何も入らへんから、もういつもカツカツまであの切り詰めて荷造りするんですけど、いつもね荷物の量多すぎてなんかすごい近所行くだけやのに結局なんかこう大掛かりなトートバッグとか大掛かりなリュックサックになったりしてしまうから、なんかああって思うんですけど、それか結局さっきみたいにあのちっちゃいカバンやったとしても、なんかこうなんて言うんですか、ショッパーっていうの、あのなんて言うかな、ちっちゃいこうカバンっていうか、あのビニール袋がコンビニとかお店で廃止になったから、それのためのカバンあるじゃないですか、結局あれ持ってったりとか、なんかせっかく荷物減らしたのに意味ないなっていうような行動をとってたりします。まあ、まず1個目がまあ杖、白杖ですね。あのもうねだいぶなんかねその慣れたとかじゃなくて、なんかこういろんなニュースとかでやっぱ事故とか怪我とか見てたら、とかツイッターとかでこういうとこで怪我しましたとか見てたら、あ絶対痛い、こんな痛い思いしたくないなって思って、まあ、一応近所行く時とかでもめっちゃちっちゃい白杖持ってったりとかはしてます。まあ、これはでもカバンの中身の話しちゃうなほんでまあカバンの中身の話をせないかんね。あの例えばお出かけの時にハンカチいるじゃないですか。だからこうこれどこのかな、メーカー名見えます、このメーカーなんですけど映ってんかな多分これでいけると思うんですけど、あのここのメーカーのハンカチなんですけど、中にね、なんか物入れれるようになってて、ちょっとこういうとこに今ちょうどねマスクがこんな感じで、マスクこれこっち右手ハンカチ左手マスクマスク入れて半分に畳んで入れて置いとくみたいなことをしてます。あの出先でマスク落っことしたりとか、なんかどっか行ったりとかしてしまうこともないわけじゃないし、なんか汚れたマスクつけるのめっちゃ嫌なんで一応持ってるんですけど、あとはまあこの手のハンカチの時にも一個便利なのが、あのこう女の人やったら生理用品、あの伝わるかな、あの生理用品タンポンとか、これ四角い、まあ多い日少ない日中ぐらいの日みたいなあるじゃないですか。まああのたくさん出血量が多い日とかあると思うんですけど、その時にまあ活用できるようにこのままハンカチ1個でトイレに行けるから、まあ、楽なんですよ。もう学生とかやってほしい。うん、これはめっちゃ便利です。そうそう、ついでにあの生理の話なんですけど、あのどうしても出先で汚れたのがわからないじゃないですか。例えばこう白ジーンズ履いてったけど実はそういう生理の日近くて
汚れてたとかになったら嫌なので、まあ、一応なんて言うんですか、常備しといて、まあ、汚れてもいいように、まあ、毎日ちゃんとケアしてますね。つけて過ごしてますけど、もしもの時のために一応その間近になったら持っといたりするかな。なんかこう予定表とかでつけてる人もいるみたいなんですけど、生理の日数の、私なんか突如来たりするんで、なんかそれ対応できひんから、なんか常に一応最低一番薄いやつ1枚ぐらい入れといて、ほんでもう一個、視覚障害者の女性に一番こういいなって思ってるのが、このビニール袋、今ね、こう有料で買わなきゃいけなくなっちゃったりとかしたけど、ビニール袋をちょっとなんか色入れとこうかな、ちょっと待って、もう次に消化するやつでいいや。ビニール袋をこういう感じで三角にちっちゃく折ってカバンに入れといたら、例えばお手洗い行ってなんか生理用品ないとこないっていうか、そのポイするところがなかった時とかにこれで中に入れといて、ほんまは二重の袋がいいんですけど、まあ、中に入れてちゃんとくくって、もう口二重にくくって、で、まあ、まあ最悪家まで持って帰るとか、まあ大きいゴミ箱がお手洗いのところにあるのが見つかれば、まあ、そこにポイするけど、なんかまあそういう時とか、あとはなんか持ってた持ち物が汚れちゃったとか、そういう時に使えるかなと思って、あとはこうペットボトルのこうなんていうんですか、飲み物とかが買ったけど、こうやっぱ蓋ちゃんと閉まってる確認って微妙じゃないですか。だからペットボトルの飲み物を持ちそうな日、なんとなくペットボトルのゴミ持ちそうっていう日は、まあペットボトル持ちそうっていう日は、とりあえずこれをこのビニール袋を入れといたりとか、まあ出先で最悪買ったりとか、何か物買った時にビニール袋くださいって言って持っといたりとかしてますね。うん、それがあるとやっぱりだいぶ違うと思う。そんなめんどくさいわって思う人もいると思うんですけど、まあでもまあまあいつもじゃないけど、いつもは入れないけど、まあ使えるときに使おうみたいな感じでやってますかね。で、まあさっきちょろっと映ったけど、こういう、これタリーズやったかな、コーヒーのお店のね、チョコリスタとか美味しいとこそこのマスクケース、この今使ってるマスクが全面に挟めるようになってて、ほんで、まあ、使ってないからちょっとどうしようっていう、まあ、ストックするところがこのパカッて開くようになってて、そこに入れれるようになってます。ほんでこう閉じたら、こっちが言うてもわからんな、ティッシュ入れるようなところ、ティッシュ入れあって、ほんでチャックついてて、で開けたらここにこうなんか小物、例えばちょっとこのなんかピアス落としそうとか、私の場合補聴器かな、補聴器今ちょっとなんか水飛んできそうな場面、例えば雨やとかちょっと湿気が多いとか、そういう時にもうここに入れたりとかして使ってますかね。映ってんかな。うん、まあチャック付きのこういうなんか便利なティッシュケース、ティッシュ&マスクケースみたいなのを1個カガンバにポンって入れとくと楽なんですよ。楽なんやけど、このさっき言うたカバンに入らへんくて、これに入らへんくて、まあまあ困るっていう感じですかね。うん、あとはなんかちょっと前までサインガードって言って、こう黒いね、こうサインミスらへんようにこう四角いガードがついたやつとかあるんですけど、あれ持ってたんですけど、最近ねサインガードじゃなくて、こう電子のこういう四角いところにこう枠に書くやつが多いから、
まあ、いらんなってなって今一応家に置いてるんですけど、まあ、なんかほんまにガチでサインせなあかん時とかは、あの直筆でせなあかん時とかは一応それ持っていくけど、賞味ちゃんとかけてるかどうかちょっと怪しいからまあまあまあ、できれば出先に行って代筆をお願いすることが多いです。なんか汚い字って申し訳ないかなと思って、いやなんか最大限綺麗に書けるけどさ、でもやっぱなんか申し訳ないなって思って、だから、まあ、一応出先でサイン頼まれた時はサインせなあかん時はもう代筆してください言うて、あのサインとかなんて言うん、その住所書くとか電話番号メールアドレス書くとかもちっちゃすぎるやんか。しかも枠が仮に見えたとしても枠に収まってるかどうか怪しいから、もう書いてくださいって言って、ほんまは自分で全部やりたい、私あの自分で全部やりたい方なんでめちゃくちゃやりたいんですけども、誰にも助けてほしくないって思っちゃう。まあ便利グッズそんなないかな。あとは財布と携帯と、で携帯はあの、まあ、できれば充電器を持っておくことをおすすめする。あのボイスオーバーとか例えば拡大とかスピーチとか使ってたら、まあ、普通に使ってても電池ガンガン減っていくから、あの動画とか見たりとか音楽聞いたりとか本読んだりとかしてたらもう電池バンバン減っていくから、まあ、一応その充電器を入れるようにしてる。あのコンセントと何、あのちょっとこれ今 iPad のやつなんですけど、こういうねあのこう充電のやつ、なんか先っちょとあの今度 iPad とか iPhone に挿す方のやつがついてるやつを入れてます。でまあなんか一時モバイルバッテリー持ってたんですけど、モバイルバッテリー重いじゃないですか。だからもう持つのやめました。なんか持つぐらいやったらちゃんとその休憩時間作るのも兼ねて、なんか充電のあるカフェに行って電池充電した方がいいなと思って。まあカバンの中身というか、まあ一応持っていくのはサングラス、まあ遮光メガネがずっと壊れてるからはよ直さんかいっていう話やけど、まあ、遮光メガネ壊れてるからサングラスで代用してますね。そんなところで今日は終わりたいと思います、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。ありがとうございました。